もう名作ですからね。15いいね。15はお、お姫様、これいけるんじゃない。よしよしよし。あ、殿様倍です。ゴール。この辺もなんかね、いろいろありますね。これも見たことないもんね。この2人でやる感じのゲーム。この辺はね、電流イライラ棒みたいな。これを持ってこのうまく通していくと景品が出るっていう。これ本当に昔のやつがちゃんと残ってるところがすごいですね。いや見たことないもん思うよ。これは昔のクレーンゲームだと思うんだけど、メダル取るからね。すごいな。これはあれじゃないですか。今作られてるエレメカゲーム、ファーイーストピンボールのこういうのも置いてあるんですね。この辺ね、こう結構貴重なチラシとかもちゃんとこう展示されてて、結構その辺もねいいと思います。これ古いね、相当古いと思う。なんかこう六大学野球的な、なんか野球をテーマにしたパチンコっぽいですけど、これでこのショーが動くんですよね。でここで2番目のこの打つところがあったりして、結構面白いんじゃないですか。これ明大に入った。どういうことこれ。いや、そこのここがやるんで。全くこう今の常識とは違うシステムだね。これですよ。これはなかなか他にはないです。これは任天堂のデッドラインっていうですね、この嫌いを避けてこの潜水艦を上まで登らせるゲームで、これ任天堂が一時期エレメカをちょっとだけ出してたんですけど、その時代のやつでめったに残ってないですね。これ動かすとちょっと遅くなるっていう。いけそうな気がするけど、この次よ。おお、いけるいける。おおお、これあお、うまい。でここに一旦行って、それをこのボタンで出すと。早い早い。意外な速さ。この辺がこのアングラゲーム。来た来た。ここでこのボタンを押すとこいつから打ち出される。さすがデラックスって書いてあるだけある。何だろう。これで入れると下に出てくる。あ、出てきた。うわ、早い早い早い。早いなこれ。これすごいよ。早技よ。ちょっと反応早くないって。つかこの上で微妙なバランスを取らないといけないんだよ。おおおおお。無理無理無理。これウルトラガン。これも古いですよ。これこれウルトラマンの怪獣をテーマにしたガンゲーム。これウルトラマンの怪獣をガンで撃つっていう、ウルトラマンはどこに行ったんだっていう感じのゲームですけど、これ初期の関西世紀が作ってるんですよね。それだけにね、これよくできてますね。でこのなんかちゃんとねフィードバックが、この撃った感じがちゃんと来るんで、これなかなかいいと思いますね。
義理があるから。筐体もちゃんとそのまま綺麗に残ってるし、これはもう貴重です。やった方がいい。これはこのミニドライブ的なゲームだと思うんですけど、オリジナルかな不思議なこの雰囲気の、でもかなりなんかね、ベルトをドライブで動くようになってるから、かなりの力作だと思います。ご当地ソングが流れます。すごい、なんかいろんなもんが混ざってますね、このゲーム。国取り合戦とミニドライブと、そしてなぜかこの不思議なハンドル。いやーすごいな、ここ。あ、セガのプライスリストがこんなところに貼られてしまった。